管理栄養士国家試験対策、大事なところ聞き流し、人体の構造と機能および疾病の成り立ち。細胞内液はカリウムイオンが多く、ナトリウムイオンが少ない。細胞内液はカリウムイオンが多く、ナトリウムイオンが少ない。生体膜の脂質二重層にはコレステロールが含まれる。生体膜の脂質二重層にはコレステロールが含まれる。二酸化炭素は生体膜を通過できる。リソソーム内部は酸性に保たれている。ソメン症候体にはリボソームが付着している。食道粘膜は重層扁平上皮である。血管内皮は単層扁平上皮である。血小板には細胞核が存在しない。良性腫瘍は分化度が高い。メチオニンは含硫アミノ酸である。グリシンには光学異性体が存在しない。タンパク質の編成では一次構造は変わらない。スクロースはグルコースとフルクトースから構成される。ガラクトースはアルドースである。グルクロン酸はグルコースが酸化されたウロン酸である。ファルミチン酸は飽和脂肪酸である。トリグリセリドは単純脂質である。コレステロールはエネルギー源にならない。グリセロリン脂質はグリセロール骨格を有する。ヌクレオシドはリン酸基を持たない。シトシンはピリミジン塩基である。デオキシリボースはペントースである。トランスファー RNA はアンチコドンを有する。基質レベルのリン酸化は、解糖系や TCA 回路で行われる。脱強薬タンパク質は、ミトコンドリア内膜に存在する。脱強薬タンパク質は熱を産生する。ミカエリス定数は最大反応速度の2分の1に達する基質濃度を指す。アポ酵素は補酵素と結合することで
酵素活性を示す。アポ酵素は補酵素と結合することで酵素活性を示す。酵素は活性化エネルギーを低下させる。酵素は活性化エネルギーを低下させる。競合阻害では見返り指定数が増加する。競合阻害では見返り指定数が増加する。タンパク質の収縮はゴルジ体で行われる。タンパク質の収縮はゴルジ体で行われる。ユビキチンプロテアソーム系では ATP を利用してタンパク質を分解する。ユビキチンプロテアソーム系では ATP を利用してタンパク質を分解する。芳香族アミノ酸は主に肝臓で代謝される。芳香族アミノ酸は主に肝臓で代謝される。アミノ基転移反応ではビルビン酸からアラニンが生じる。アミノ基転移反応ではビルビン酸からアラニンが生じる。Lドーパはチロシンから合成される。Lドーパはチロシンから合成される。解糖系では1分子のグルコースから2分子の ATP が合成される。解糖系では1分子のグルコースから2分子の ATP が合成される。ヘキソキナーゼは解糖系の立足酵素である。ヘキソキナーゼは解糖系の立足酵素である。解糖系は細胞質で行われる。解糖系は細胞質で行われる。ペントースリン酸回路ではリボース5リン酸が合成される。ペントースリン酸回路ではリボース5リン酸が合成される。肝臓中のグリコーゲンは血糖維持に利用できる。肝臓中のグリコーゲンは血糖維持に利用できる。アラキドン酸やガンマリノレン酸はリノール酸から合成される。アラキドン酸やガンマリノレン酸はリノール酸から合成される。エイコサペンタエン酸からエイコサノイドが合成される。エイコサペンタエン酸からエイコサノイドが合成される。水溶性ホルモンの受容体は細胞外に存在する。水溶性ホルモンの受容体は細胞外に存在する。サイクリック AMP は ATP から合成される。サイクリック AMP は ATP から合成される。カルシウムイオンはセカンドメッセンジャーである。カルシウムイオンはセカンドメッセンジャーである。過呼吸では呼吸性アルカローシスをきたす。過呼吸では呼吸性アルカローシスをきたす。摂食中枢は視床下部に存在する。摂食中枢は視床下部に存在する。メラトニンは睡眠リズムなどの外実リズムを調節する。メラトニンは睡眠リズムなどの外実リズムを調節する。肺葉症候群は病床での寝たきりが主な原因の一つである。肺葉症候群は病床での寝たきりが主な原因の一つである。ネクローシスは感染や損傷などによる壊死である。ネクローシスは感染や損傷などによる壊死である。肥大は組織を構成する細胞の大きさが増大することを指す。肥大は組織を構成する細胞の大きさが増大することを指す。褥瘡の原因の一つに圧迫萎縮が挙げられる。褥瘡の原因の一つに圧迫萎縮が挙げられる。肉腫は上皮細胞以外に発症する悪性腫瘍を指す。肉腫は上皮細胞以外に
発症する悪性腫瘍を指す。 RB 遺伝子はがん抑制遺伝子である。 RB 遺伝子はがん抑制遺伝子である。心臓死では死の三兆候が見られる。心臓死では死の三兆候が見られる。脳死は臓器移植法により死と定義される。脳死は臓器移植法により死と定義される。バイタルサインには意識レベルが含まれる。バイタルサインには意識レベルが含まれる。肝硬変で生じる浮腫は全身性の浮腫である。肝硬変で生じる浮腫は全身性の浮腫である。頭頂性脱水では血小浸透圧は変化しない。頭頂性脱水では血小浸透圧は変化しない。JCS は意識障害レベルの評価に用いる。JCS は意識障害レベルの評価に用いる。溶血性貧血によって関節ビリルビンが上昇する。溶血性貧血によって関節ビリルビンが上昇する。デキサ法は骨密度や骨格筋量を測定するものである。デキサ法は骨密度や骨格筋量を測定するものである。骨型アルカリホスファターゼは骨形成のマーカーである。骨型アルカリホスファターゼは骨形成のマーカーである。ポリソムノグラフィーは睡眠時無呼吸症候群での鑑別に用いる。ポリソムノグラフィーは睡眠時無呼吸症候群での鑑別に用いる。脳梗塞後の麻痺に対するリハビリは理学療法である。脳梗塞後の麻痺に対するリハビリは理学療法である。眼性疼痛に対するモルヒネ投与は緩和療法である。眼性疼痛に対するモルヒネ投与は緩和療法である。インクレチンはインスリン分泌を促進する。インクレチンはインスリン分泌を促進する。アディポサイドカインは脂肪細胞から分泌される。アディポサイトカインは脂肪細胞から分泌される。グレリンは食欲を促進する。グレリンは食欲を促進する。クワシオルコルでは脂肪肝が見られる。クワシオルコルでは脂肪肝が見られる。悪液質では脂肪減少の有無に関わらず筋肉量が低下する。悪液質では脂肪減少の有無に関わらず筋肉量が低下する。特定健康審査、特定保険指導の対象者は40歳から74歳である。特定健康審査、特定保険指導の対象者は40歳から74歳である。1型糖尿病の治療ではインスリン注射が必須である。1型糖尿病の治療ではインスリン注射が必須である。強度の強い運動は痛風発作を悪化させる。強度の強い運動は痛風発作を悪化させる。メープルシロップ尿症では分岐鎖アミノ酸を制限する。メープルシロップ尿症では分岐鎖アミノ酸を制限する。胆嚢から分泌された胆汁は十二指腸へと分泌される。胆嚢から分泌された胆汁は十二指腸へと分泌される。胆汁には消化酵素が含まれない。胆汁には消化酵素が含まれない。胃の G 細胞からはガストリンが分泌される。
胃の G 細胞からはガストリンが分泌される。ソマトスタチンはセクレチンやガストリンの分泌を抑制する。ソマトスタチンはセクレチンやガストリンの分泌を抑制する。海底水飲みテストは誤嚥の有無の判定に用いられる。海底水飲みテストは誤嚥の有無の判定に用いられる。コレシストキニンは胆のうから胆汁酸を分泌させる。コレシストキニンは胆のうから胆汁酸を分泌させる。クローン病は主に回毛部で発症する。クローン病は主に回毛部で発症する。E 型肝炎ウイルスは経口感染する。E 型肝炎ウイルスは経口感染する。肝硬変の確定診断には肝生検が必要である。肝硬変の確定診断には肝生検が必要である。肝硬変非代償期では門脈圧が亢進している。肝硬変非代償期では門脈圧が亢進している。十二指腸潰瘍は食後より空腹時に痛みが強くなる。十二指腸潰瘍は食後より空腹時に痛みが強くなる。過敏性腸症候群は大腸の機能性疾患である。過敏性腸症候群は大腸の機能性疾患である。大腸がんは腺がんが多い。大腸がんは腺がんが多い。三尖弁は右心房と右心室の間にある。三尖弁は右心房と右心室の間にある。心臓の収縮期は心室が収縮している。心臓の収縮期は心室が収縮している。左心室の筋肉の厚みは右心室よりも厚い。左心室の筋肉の厚みは右心室よりも厚い。肺動脈中の血液は静脈血である。肺動脈中の血液は静脈血である。心筋梗塞による胸痛にニトログリセリンは使えない。心筋梗塞による胸痛にニトログリセリンは使えない。右心不全では肝腫大が生じる。右心不全では肝腫大が生じる。急性心筋梗塞では血中クレアチンキナーゼが上昇する。急性心筋梗塞では血中クレアチンキナーゼが上昇する。下面高血圧では心左室血圧は正常である。下面高血圧では心左室血圧は正常である。慢性心不全は進行すると悪液質を呈する。慢性心不全は進行すると悪液質を呈する。深部静脈血栓は肺梗塞の原因となる。深部静脈血栓は肺梗塞の原因となる。アルブミンは糸球体でろ過されない。アルブミンは糸球体でろ過されない。糸球体を流れる血液は動脈血である。糸球体を流れる血液は動脈血である。尿管は腎盂から膀胱までの尿路を指す。尿管は腎盂から膀胱までの尿路を指す。ネフローゼ症候群の診断にタンパク尿は必須条件である。ネフローゼ症候群の診断にタンパク尿は必須条件である。慢性腎不全では抗リン血症が生じる。
慢性腎不全では口輪結晶が生じる。尿崩症では低腸尿を呈する。尿崩症では低腸尿を呈する。腎母性腎不全の主な原因は尿路の閉塞である。腎母性腎不全の主な原因は尿路の閉塞である。慢性腎不全は骨粗しょう症のリスクとなる。慢性腎不全は骨粗しょう症のリスクとなる。主な腎代替療法は血液透析である。主な腎代替療法は血液透析である。腹膜透析液は血糖値よりもグルコース濃度が高い。腹膜透析液は血糖値よりもグルコース濃度が高い。アンジオテンシン2は血圧を上昇させる。アンジオテンシン2は血圧を上昇させる。プロラクチンは吸血刺激により乳汁の合成分泌が促進する。プロラクチンは吸血刺激により乳汁の合成分泌が促進する。パラトルモンは骨吸収を促進する。パラトルモンは骨吸収を促進する。コルチゾールは血圧上昇に関与する。コルチゾールは血圧上昇に関与する。ソマトスタチンは膵臓の D 細胞から分泌される。ソマトスタチンは膵臓の D 細胞から分泌される。子宮体がんにはエストロゲンが関与している。子宮体がんにはエストロゲンが関与している。褐色細胞腫では高血圧が生じる。褐色細胞腫では高血圧が生じる。アジソン病ではコルチゾール分泌量が低下する。アジソン病ではコルチゾール分泌量が低下する。原発性アルドステロン症では低カリウム血症を呈する。原発性アルドステロン症では低カリウム血症を呈する。副甲状腺機能低下症ではテタニン症状を呈する。副甲状腺機能低下症ではテタニン症状を呈する。ビタミン A が不足すると夜盲症をきたす。ビタミン A が不足すると夜盲症をきたす。メラトニンの合成分泌は消化体で行われる。メラトニンの合成分泌は消化体で行われる。心臓血管中枢は延髄に存在する。心臓血管中枢は延髄に存在する。副交感神経の代表的なものとして迷走神経が挙げられる。副交感神経の代表的なものとして迷走神経が挙げられる。交感神経の興奮により発汗が促進される。交感神経の興奮により発汗が促進される。副交感神経の興奮で瞳孔は収縮する。副交感神経の興奮で瞳孔は収縮する。パーキンソン病では心癬などの症状が見られる。パーキンソン病では心癬などの症状が見られる。代謝性アシドーシスでは呼吸数が増加する。代謝性アシドーシスでは呼吸数が増加する。肺胞で行われるガス交換を外呼吸という。肺胞で行われるガス交換を外呼吸という。 COPD では安静時エネルギー消費量が更新している。 COPD では
安静時エネルギー消費量が更新している。気管支喘息は閉塞性肺疾患を呈する。クリプトコッカスは心筋性肺炎の原因となる。骨の主な無機質はリン酸カルシウムである。腰椎は5個の骨から構成される。筋肉と骨を結合する組織を腱と呼ぶ。関節軟骨は発端の関節面を覆っている。骨芽細胞は骨形成を行う。接筋の中のミトコンドリアは白筋よりも多い。平滑筋は不随意筋である。筋収縮の際、アクチンがミオシンの間に滑り込む。変形性膝関節症は女性に多い疾患である。日光への暴露不足により、くる病や骨軟化症が生じる。加齢によるサルコペニアを一次性サルコペニアという。卵管は単層円柱繊毛上皮で構成される。精子は精原細胞から作られる。子宮内膜の増殖はエストロゲンで促進される。包帯形成ホルモンはプロゲステロン分泌を促進する。前立腺がんの進行はアンドロゲンによって促進される。ヒト重毛性ゴナドトロピンは黄体の成熟を促進する。オキシトシンは射乳を促進する。高血圧合併妊娠は、妊娠前から妊娠20週未満に高血圧がある場合を指す。妊娠糖尿病は分娩後に2型糖尿病を発症するリスクが高い。アミ赤血球は赤血球に成熟する前の未熟な赤血球である。赤血球の寿命は約120日である。血小板は細胞核を持たない。赤血球は脾臓で破壊される。
赤血球は脾臓で破壊される。鉄欠乏性貧血では小球性低色素貧血をきたす。鉄欠乏性貧血では小球性低色素貧血をきたす。血小板の合成はトロンボポエチンにより促進される。血小板の合成はトロンボポエチンにより促進される。好中球は非特異的防御機構を担う。好中球は非特異的防御機構を担う。マクロファージは非特異的防御機構を担う。マクロファージは非特異的防御機構を担う。細胞性免疫はヘルパー T 細胞が担う。細胞性免疫はヘルパー T 細胞が担う。全身性エリテマトーデスは3型アレルギー反応である。全身性エリテマトーデスは3型アレルギー反応である。IgG は血中で最も多い免疫グロブリンである。IgG は血中で最も多い免疫グロブリンである。IgG は胎盤を通過する。IgG は胎盤を通過する。分泌型 IgA は二量体である。分泌型 IgA は二量体である。全身性エリテマトーデスでは、レイノー現象が見られる。全身性エリテマトーデスでは、レイノー現象が見られる。スベルクリン反応は、4型アレルギーの基準で起こる。スベルクリン反応は、4型アレルギーの基準で起こる。院内感染による肺炎は、日和見感染症であることが多い。院内感染による肺炎は、日和見感染症であることが多い。垂直感染は、母から子へ感染する様式である。垂直感染は、母から子へ感染する様式である。結核は、最高感染症である。結核は、最高感染症である。今回はここまで。お疲れ様でした。この他にも分野横断的な詳しい解説をやっています。もしよければグッドボタンとチャンネル登録よろしく。